やっぱりお魚はドカーンしたてが一番でしょ。火の上でちょっと焼いたらパリッと香ばしくってすごく美味しいんだよ。心配しないで、クレちゃん。ジンからとっくに聞いてるわ。もう鹿狩りに注文してあるから、ここ数日の間に湖で釣ったばかりの新鮮な魚をシェフが選んでくれるはずよ。きっとすぐ料理してくれるわ。クレちゃんの大好きな調味料とソース、それから私が用意した特製のおやつもあるのよ。きっとクレちゃんが魚をドカンした時と同じくらい。うん、じゃあ理想は、理想お姉ちゃんの言うこと聞く。しばらくはクレ、どどこドッカン冒険記で遊ぶのに集中する。お魚をドカーンしたりしないし、アルベドお兄ちゃんのお友達にも迷惑かけたりしないよ。あ、じゃあクレ、栄誉騎士のお姉ちゃんとパイモンちゃんを探しに行く。ヒヒ、誰がオイラたちを探すって。栄誉騎士のお姉ちゃん、それにパイモンちゃん。クレ、ちょうど二人のことを考えてたところだったんだよ。そしたら二人が現れたの。何かの魔法がクレの代わりに二人に伝えてくれたのかな。あら、かわいこちゃんとパイモンちゃん。オイラたちちょうど暇してたから、図書館で本でも探して読もうかと思ってたんだけど。リサお姉ちゃんが作ってくれた新しいゲームだよ。名前はクレーたちで一緒に考えたの。リサさんってゲームまで作れるのか。ただ学生時代の暇、クレーちゃんがこの特別期間を楽しく過ごせるな。そうだ、思い出したぞ。さっき今回のアクシデントは大きいとも、ち最近シードル湖にスメールから来た外来種の魚が現れたの。幸いなことにクレーちゃんがこっそり逃げ出して外で遊んでいた時に、見たことのない魚をあの時見つけていなければ、一般人がそれらを発見した頃には在来種の魚はもし水中生物の群れに変化が生じ、シードル湖の水質も影響を受けて。ヒヒ、今回はクレーのお手柄なんだ。神団長もこのことを聞いて特別にクレーを褒めてくれたもん。そんなことがあったのか。それにしても危ないとこだったの。今は調査小隊から人をやってシードル湖の観測をしているとこ。そしてその間、侵入者さんたちを驚かせることのないよう、クレちゃんは宝物を持って走り回っちゃいけないってことになったの。調査小隊の使っている装置はとても敏感で、湖周辺の一定距離内で爆発が。でもジンがずっと城の中に閉じ込められていると、クレちゃんがきっと退屈するっていうものだから。アルベドは遊撃小隊の実験型装備を改良するのに忙しいし、ガイアもちょうど出張中で。今はもう退屈じゃないよ。リサお姉ちゃんがドドコドッカン冒険記を発明してくれたんだ。ええ、ドドコドッカン冒険記の遊戯台は、おいしいお料理とお花の香り、そしてそよ風を楽しみながら。あれ、ってことはゲームの作者である私が参加するのはちょっとずるくないかしら。それに図書館司書として、なんか外に出ないため。さ、いい子のみんなは。わかった、じゃあまた。屋内では